こんにちは、月島です。今回は Mac でマウスを制御するソフトウェアのステアーマウスをレビューしていきたいと思います。先日 Mac の OS を最新のビッグサーにしたところ、メインで使用しているケンジントンのトラックボールがまともに動かなくなり導入しました。今回の動画は3つの項目です。導入から使用方法、購入した理由、最後にまとめです。それではソフトの導入から使用方法を見ていきたいと思います。ステアーマウスは30日間の無料お試し期間がありますので、購入する前に試すことができます。私もそうしました。また Mac 専用ソフトです。インターネットで検索するとすぐにホームページに行けますので、ソフトをダウンロードすることができます。最新 OS のビッグサーにも対応しています。インストール後はシステム環境設定の一番下にステアーマウスのアイコンが表示されていますので、これをクリックするとマウスの細かい設定ができます。現在はケンジントンのエキスパートワイヤレストラックボールが接続されています。ステアーマウス上でもちゃんと認識されて右上に表示されています。それでは各操作方法を見ていきたいと思います。1、ボタン。まずボタンのタブから見ていきます。ソフトを購入する前はちゃんとトラックボールが認識されて各ボタンの割り当てができるかどうか不安もありましたが、全然問題ありませんでした。きちんと4つのボタンが左下、右下、左上、右上と表示されて動作を割り当てることができます。ちなみに右に表示されているマウスの絵にカーソルを動かしボタンをクリックすると対応するコントロールがハイライトして教えてくれます。ボタンに動作を割り当てるときは設定したいボタンをクリックします。表示されたウィンドウからクリックやショートカット、アプリケーション切り替えなどを選択し、その下でコマンドやショートカットなどを割り当てます。また、マウスの絵の下にコマンド、シフト、オプション、コントロールのボタンがあります。これはそれぞれのボタンを押しながら4つのボタンに動作を割り当てられる機能です。例えば、シフトを押しながら左下をクリックするとメモが起動します。他にシフトを押しながら左上でファインダー、右上でサファリが起動するといった形で4つのボタンそれぞれ、またコマンドとシフトを押しながら設定、シフトとオプションを押しながら設定などたくさんの機能を割り当てることが可能です。2、ホイール。ここではホイールの向きと速度を細かく設定できます。ケンジントンのトラックボールだとスクロールリングの向きや速度を設定できます。3、組み合わせ。ボタンの組み合わせによる動作を設定できます。今現在だと左下と右下のボタンを押すことでメモが起動するような設定になっています。左下のプラスをクリックするとボタンの組み合わせを指定できます。例えば、右下、左上などです。そして動作を指定します。4、カーソル。カーソルの動きについて細かく設定できます。5、デバイス。ボタンが反応しなくなったりしたら、ここで調整するようです。6、ライセンスとサポート。ここでアップデートを確認したり、サポートにお問い合わせできます。私はお試し版をインストールして機能を試した後、ここのライセンスの購入または入力をクリックしてソフトを購入しました。7、設定の保存。マウスの設定を保存しておくこともできます。ボタンタブの編集をクリックします。ここで表示されるこのボタンをクリックします。
書き出しを選択すると現在の設定を書き出して保存が可能です。またファイルを作成した後はここで読み込みをすればボタン設定を読み込むことが可能です。以上が使い方になります。購入した理由です。ことの発端は先日 Mac の最新 OS ビッグサーにアップデートしたところ、メインで使用していたケンジントンのトラックボールがまともに動かなくなりました。具体的にはダブルクリックがまともに反応せず、ファイルが開けなかったり、シングルクリックも効いたり効かなかったり不安定で、とても普通に使える状態ではなくなっていました。ちなみに私は左利きですので、 Bluetooth 接続ができて左手で使えるトラックボールはケンジントンのものしか選択肢がない感じです。最新のドライバーソフトケンジントンワークスはホームページではビッグサー対応となっていますが、全然ダメでした。トラックボールが使えないとなると困りますので、悩んでネット検索をした結果ステアーマウスにたどり着きました。設定は直感的で簡単ですし、トラックボールが普通に動くことに私は大満足で、本当にありがたいソフトです。お試し期間があるのも嬉しいです。本来ならば無料で配布されている純正のドライバーで動作するのがベストだと思いますが、今回はこのステアーマウスに救われました。ボタンの設定もケンジントンワークスよりステアーマウスの方がたくさん設定できます。次はまとめです。いかがだったでしょうか。今回私はケンジントンのトラックボールがまともに動かなくなったということでステアーマウスを知り導入しましたが、普段使用しているマウスをもっと快適に使いたいということでステアーマウスを導入するのもありだと思います。トラックボールと交互に使用しているロジクールの MXL5 はビッグサーでも普通に動きましたが、ステアーマウスでも MXL5 のボタン設定は可能で、こちらの方が自由度が高いです。ですので私はロジクールオプションズもアンインストールしてしまい、ステアーマウスで MXL5 も設定しています。ただ一つ残念なのはロジクールオプションズで使用可能な精密モードの設定はできないようです。他に設定できる項目はたくさんありますので、今後少しずつボタンの設定をカスタマイズしていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。